真由大丈夫？昨日はちゃんと眠れた？え？ああ、テスト勉強のこと？そうじゃなくて、昨日の図書室のこと。ああ、一緒に勉強しに行ったけど、それが何？やっぱり思い出せないの。これは、この感じは確か。じゃあどうすれば。私はアリアを追います。下水道はハジに。分かった、また後で連絡する。敵も動き出したか。どうしたのデビット。抑止を開発した研究所の位置が判明した。昨日君が入手してくれた基礎実験のデータのおかげだ。そう、まさかそのお礼を言うためにかけてきたわけじゃないでしょ。もう一仕事してもらいたい。今からそちらへ向かう。2日続けてお誘いなんて光栄ね。さよは。アリアと幼少学園の理事長を追っている。そう、わかった、すぐに用意する。ここがその場所？ずいぶん寂れてるわね。本当にここに重要な情報が残っていると思うの？ここが使われなくなったのはほんの2年前だ。敵は何らかの事情があってここを放棄した。本来なら建物ごと跡形もなくし、更地にしてもおかしくはない。こうして残されている以上、何者かの意志が介在している。残しておく必要があった？あるいは今もまだ使われているか。まさか、人のいる気配もないし、警備している様子もないわ。いるのは人ではなく、警備する必要もないのかもしれん。気のめいる想像ね。行こう。そっくり丸ごと残っているわね。妙だな、あまりにも無防備すぎる。ダミー？随分手の込んだことするわね。いや、それは意味がない。何か別の理由があるか、あるいはこれを運び出せなかった理由があるのか。どうするの？重要と思われる情報を選別して回収してくれ。私は他に研究室がないか探してみる。わかったわ。この先にはもうないか。ジュリア、回収は終わったか？まだよ。資料もデータも多すぎて。どうしたのデビット。奴らがここを廃棄した理由が分かった。重要な研究結果を残して放棄せざるを得なかったんだ。デビット、何があったの？イプシロン88抑止を見た。必要な情報だけを入手したら私に構わず脱出してくれ。
回収。終わったわ。車へ向かい、私も脱出する。わかった。事情が変わった。車にたどり着いたら私に構わず逃げるんだ。ダメよ。必ず生きて帰って。その情報を届けることが最優先だ。あなたも来なければ車は出さないわ。死ぬぞ。命は預けたって言ってるでしょう。わかった。安全なところに移して貴様を殺して実験を再開するためにな。お手並み拝見といきましょう。
おっと、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 はい、アレクセイはサヤの。サヤ、次はどこ？生徒会。
誰の命令で。これで終わったの。はい。ええ、そんな。サヤ、サヤ、聞いてるの、サヤ。ありがとう、リク君。サヤ、ありがとう。サヤ姉ちゃん。リク、私から離れて。サヤ姉ちゃん。サヤ、どうしたの？私たち助かったんでしょ？全部終わったんだよね。まだ終わってない。たった今連絡があったわ。暗号化された研究データから今回の事件には魅了する抑止と覚醒を促す抑止の2体が存在したの。1人はアリア、そしてもう1人はマユ、あなただったのね。サヤ、何を言ってるの？マユ、あなたはアリアに命じて私の前でわざと目立つように仕向けた。私に疑わせるために。抑止にさせられることを恐れるアリアを脅迫して。私にそんなことできるわけない。サヤがなんでそんなこと言うのかわかんないよ。わからないのも無理もないわ。あなたはそのことに気づいていない。無意識でやったから。嘘。そんなの嘘よ。あなたの能力が目覚めた時、あなたは両親を抑止に変えてしまった。それ以来あなたは自分の記憶を歪めて過去を封じ込めている。無意識のうちに。やめて、もうやめて。嘘。そんなこと信じない。私は化け物じゃない。違う。もういいよ、サヤ。私耐えられない。マユ、さよなら、サヤ。もう間に合いません。そして抑止を安定だ。抑止に完全に死をもたらせるのさえあなただけです。マユ、さえ引き寄せる。Yeah.
だまだ。これで終わりよ。化け物に変えた自分の力が怖かった。だからずっと忘れていたの。その後も理事長や学園長が私に何を言っても何をしても私はすぐに忘れた。だって覚えていたくなかったから。あゆ、あなたの注意をアリアに向けさせたり、近くにいる人を抑止にして、あなたを襲わせたのは、私。どうしてそんなこと？怖かった。あなたが怖かったの。私の正体がバレて、あなたに殺されるのが怖かったの。おかしいね。さっきまでそんなこと。ちっとも覚えてなかったのに、何にも思い出せなかったのに。ひどいよね、嫌な子だよ私。そんなことない。こうなったのはあなたのせいじゃないよ。でも私たくさんの人に迷惑かけて命まで奪って、最後にお願いしていい？何？あゆ、
識が動いてくる。私の中で獣がまた私の心を奪ってくる。あなたの力で私の中の化け物を殺して。分かった、約束する。さや、早くお願い。ハジ、ゲーム中の BGM を聴けるようになったわ。